嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、なんすか写像って。とつくのやめてもらっていいですか、それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね、<う>なんかそういうデータあるんですか、あそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能のもすあ、ごめんなさい、タ <laughs> <laughs> イトル回収はされてましたね。はい えっと、甘い言葉、優しい言葉という派閥っていうのがあったんですけど、あの、今回、あの、水曜日に、あの、アベプラで、えっ、ー、と、あの、2週間で、こう、会社を辞めてしまって、んで、その後、ベンチャー企業に行って、で、そこでも、あの、ん違う、2ヶ月で辞めて、ベンチャー企業で2週間で辞めたのかなっていう人がいて、んで、その人たちに対して、その、と、あと、その、地方銀行を辞めて、 で、その後、あの、2社ぐらい辞めた後にど、いくら面接行っても全然受かんなくて、50社面接に行って、で、ようやく今、工場で働いてますっていう、あの、2人のゲストが出る回があったんですけど、その、えっ、ー、と、履歴書を見て、あの、採用するかどうかを会社の人事担当は決めるんですよ。なので、いくらめちゃくちゃ優秀でいい人だったとしても、その、すぐ辞めてるよねという歴があると、その、 まあ、取ったとしても辞めるかもしれないから、で、その人を採用したら、え、なんでこんなすぐ辞める人を採用したのって、社員周りの人に言われるので、採用しないというのが起こり得るんですよ。で、面接まで行ったら、きちんと説明したら理解してもらえる理由があるかもしれないんですけど、人気の企業の場合って、書類選考で決まるんですよ。要するに書類選考で面接まで行く時間もったいないよね。じゃあ、あの辞めそうな人は取らない方がいいよね。っていうことになっちゃうんですよ。なので、その、 辞めたい会社があったりとかじゃあそのその会社が本当にひどかったからやめるのしょうがないよねっていう考え方あるんですけど「就職してすぐ辞めるのは仕方ないよなんとかなるよ」という優しい大人は「あなたの人生の責任は取りません」人気の企業は応募者が多いのですぐに辞める人は採用しません「会社員で生きるなら安易な逃げはあなたの人生に損ですよ」という優しくない大人からの助言 あの聞いたこともないような会社を2週間で辞めた場合はこの会社、ブラックだったから辞めたんですって言えばあそうなんだってなるんですけどあの割と有名な大手企業を短い間で辞めたってなるとその大手企業が悪いのではなく働いてたあなたの方が良くないのではないですかというふうに人は考えるんですよ。要するに大手企業だったらその労働基準法もしっかり守ってるしおかしなことも起きないよねというふうに人は思うので。 なので、その、じゃあ、銀行を辞めましたとかになると、いや、銀行がその法律違反のパワーラとかセクハラとかするわけがないから、辞めた方に何か原因があるんじゃないかと思われるんですよ。実態とか真実がどうかの話ではないです。あの、そう思われるかどうかっていう、要は他人がどう判断するかという話なんですよ。真実がどうかとか、あなたがどう感じましたかって話ではないんですよ。なので、その、会社員として生きていくのであれば、その、大手企業に、 入りましたというのであればそれはどんな状況でもしがみついた方がその後の人生にとっては得ですよという話を僕はしたんですよ。要するにその大手企業をやっぱあの数ヶ月で辞めたってなるとじゃあうちみたいな企業に入ってもすぐ辞めちゃうよねって思われちゃうんですよ。 なのでその、あの起業しますとか、じゃあ、アイドルできていきますとか、インフルエンサーできていきますとかなれば、もうお好きにどうぞって話なんですけど、その会社員として生きてきてますとなると、やっぱりその大手の企業に入った方が、給料も高いし、キャリアも積みやすいんですよ。で、じゃあ、大手企業、ダメですっていうので、その中小企業に入って、でキャリアを積んで大手企業に入り直すっていう、中途採用パターンっていうのもあるんですけど、これ、すっごい難しいんですよ。正しい経験のない人があれもダメ これもダメとか言ってたら、やる仕事はありませんよ。僕には合う仕事でないからやめます。で、そんなの合う仕事あります。あの、たまたま取引先に大手企業があって、で、働きぶりを見てもらえて、あ、この人優秀だからうちの会社に来ないって誘われる場合というのであれば、大手企業いけるんですけど。 その中小企業でそれなりに成果を上げたとして、大企業にじゃあその中小で行きたいですってったとしても、その中小企業での評価を客観的に説明することってすごく難しいんですよ。そのみんなが知ってるようなサービスとか作ってて、あれ俺がやったんすって言えば、あそうなんだって聞いてすごいよねってなるんですけど、中小企業って基本的には聞いたことがないことやって、聞いたことがないような仕事をしてるので、そのあれ俺がやった、ね、すげえ頑張ってめっちゃ成果上がったんすとか、利益率3倍になったんすよって言われても、 うん、知らねえし、こいつ吹いてんじゃねえのっての終わりなんですよ。客観的に証明する手段がないから。なので、その、まあ、あの、中小企業に行ってる人はなかなか人生大変だよねっていう話になっちゃうんですけど、やっぱりその、大企業のが給料高いし、あの、福利厚生もしっかりしてるので、大企業に行こうとすると、一回中小企業に行っちゃうと、やっぱりなかなか上上がるの難しいんですよ。 なので、大企業にもし入れるのであれば、しがみついた方が、会社員人生をやるんだったら、お得ですよっていうのは、その、 そこで会社を辞めちゃった人にとってみたらかわいそうできつい話かもしれないんですけど、ただ僕はそれを見ていて、今自分が辞めた方がいいのかな、辞めても大丈夫なのかなと思っている若手22歳の人たちにとって、辞めない方が絶対いいぞっていうのを伝えるというのが正しいと思ったんですよ。だからその辞めちゃったその超銀行の人とか、辞めちゃったその、あの、なんかあのコンカフェで働いてる人とかって、 今更僕が何をとその人の人生変わらないんですよなので僕が喋った相手というのはそれを見ている22歳の人たちなんですよね有給の権利があるから取るはしごく当たり前ですけど圧力を生まないやり方をした方が自分にも得ですよという話ずるいというより仕事できる人は大体こんな感じなような嫌がられない有給取得の言い方取らせてください YNG ずるい言い回し で、ただ、あの、その会社辛いんだったらなんとかなるよ。自分が大事だよとか、ワークライフバランス大事だよっていうのは、綺麗事としてあると思うんですけど、で、そういう優しい言葉って、誰のために喋ってんのかって話で、あの、優しい言葉を喋る人って、優しいと思われたいその人のために喋ってるんですよね。要するに、その、あなたはそのまま生きててもいいし、あなたは間違ってないよっていうと、 あのそういうことを言ってる人って優しいよね、いい人だよってなるじゃないですか。で、その興奮をやってる人に、もう会社は無理だよとか、代理親臓とかないからっていうのって、そのどちらかというと、あのきつい言葉を言って嫌われる人なんですよ。で、その今回のタイトルは、甘い言葉を優しい言葉という派閥っていうのをしたんですけど、その、大丈夫だよ、なんとかなるよっていうのって、甘い言葉なんですよね。その実際そうじゃないから、現実。 なのでそのでそ甘い言葉に従って、例えばじゃあ、この会社に投資をしたらすごい儲かるから、投資をしてください、10%の利回りがありますみたいなのも甘い言葉で、で、なんかコーヒー1杯分のお金をずっと払い続けるだけで、この仮想通貨を変えて、長期的にはなんか億万長者になれるかもしれませんよみたいなのも甘い言葉で。本物の詐欺師は真面目そうな良い人に見える、不審者や犯罪者が水ぼらしい格好や汚い格好をしてるという思い込みは大抵間違ってる。 なんでその甘い言葉と優しい言葉というののあの境目が結構最近わか、わからなくなってる人と、あえて混同させてる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。その、あの、優しい言葉と甘い言葉をごっちゃだと思ってる人がいて、でも甘い言葉と優しい言葉は違っていて、本来の優しい言葉というのは、あの、両薬口に逃がし、 要するにあの表面上はきつい言葉に聞こえるんだけど、その人にとって得ではあるというのは、その苦い苦しい言葉の方が本来はその人にとっていいんじゃない両役悪心苦しね。はい。っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、なのであの、ね、詐欺師はみんな優しいっすよ。<laughs> なのであの、誘拐犯はどんな人だと思いますかっていうので、あの、その、 ジャージを着ているとか、ブルゾンをかぶってサングラスをかけてるとかって人は思いがちなんですけど、誘拐の成功率が高いのは、スーツを着ていて優しそうな見栄えの男性です。<laughs> っていうので、あの、いや、詐欺師というのは真面目そうに見える方がよくて、その優しい言葉をかける人が多い。なので、こう、あのね、 そう否定の言葉を聞きたくない人っていうのがいるんですけど、否定の言葉を聞きたくない人に、その甘い言葉を言って喜ばせるというのは、そのその人の人生にとって本質的に良いことなのかというと、そうではないよねという話なんですけど、まあなかなか伝わらないですよね。はい。あました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, o a c h o o s e w h o s fault? Okay, okay. S fault? <S <No>. <S や、ってね、今つらいですよね。どこ帰るんですか、うん